シュートです。今日で11回目の首位チャレンジのタイガースは1回ワンアウト1塁2塁と苦手のアンダーソンからチャンスを作り、4番パチョレック、このダブルプレーコースの打球をサード宇野がエラー、早くも1点を先制します。さらに新の八木に代わって今日5番に入った立花が中日外野陣のまずい守備もあって左中間にポトリのタイムリーツーベースを放ち2点目。3回には立花があわやホームランかという特大のツーベースをまたまた放ち、さらに今までは借り物だったけど今日ようやく自分のバットが到着したという新庄がサードの左を破るツーベース、立花を迎え入れリードを広げます。阪神先発の葛西はボールの緩急と絶妙のコントロールでピンチらしいピンチはほとんどなし、中日主砲の落合から2三振を奪うなど付け入る隙を与えません。7回にもこのところ不振だった亀山がセンターへ、そして新庄の今日2本目のタイムリーで中日にダメ押ししたタイガース。7回終了後に他球場の経過が表示されると阪神単独首位の瞬間を見ようと詰めかけた3万3000人の観衆から大歓声。結局葛西は中日打線をわずか2安打に抑え、プロ入り初完封で今シーズン3勝目、タイガースあの優勝した85年以来2420日ぶりの単独首位に立ちました。タイガースの中村監督は理想的な試合運び、久しぶりの快勝と胸を張っていました。それでは4連敗の後3連勝というピッチャー葛西です。どの辺から完封というのは意識されました？8回頭からです、ね、初めてなもんですごい嬉しいですけど、まあ、前半とかいろいろ守ってもらったんでね、この調子でどんどん勝ちまくっていきますから、どうぞご声援お願いします。